民主党と維新の党は衆議院で統一会派を結成し夏の参議院選挙前の新党結成も視野に合流を目指していますが参議院では維新の党が埋没を懸念し統一会派の結成が遅れていますそんな中維新の党が日本を元気にする会との統一会派の結成を優先したことで民主党内で波紋が広がっています民主党の参院議員総会では 出席者から安保法案に賛成した政党と一緒になることはできないなどの批判が相次ぎ、岡田代表は釈明に追われました。民主維新の執行部は、日本を元気にする会も含めた合流を目指す考えですが、日本を元気にする会の松田代表は、今の民主党と組むことは難しいと否定的な考えです。また、維新の党の寺田参院会長は、 元気と一緒になる可能性もありえると述べ、松田代表らと単独での新党結成に含みを残していて、民主党と維新の党の連携に影を落としそうです。